辛いです。配信ができなくなる可能性が高くなってしまったので、早く来年じゃない配信をしようと思いました。でもお風呂に入っちゃったんですよ私は。だからちょっとメイクしてる風のメイクしてないけどしてる風をしたいと思います今から。それ用の配信でもあります。久々にやけどしたんだけど、それぐらい急いでたってことだよね。まずこちらの資生堂さんのマスカラでまつげを上げていきます。これはパパにもらったハンドミラーです。上がった。めっちゃ上がった。上がった。なんかちょこ上がってない。上がった。したら、あった。アイブロウパウダーで。涙袋だけ描いていきます。涙袋マジ焦ったよね。えっと思った。はい、涙袋をかけました。そしたら、下地だけ塗っていきます。マスカラは塗らない、下地だけ塗っていく。ヒロインメイクのマスカラ下地本当におすすめです。めっちゃ、ま、ナチュラルに上がるし。はい、まつげ上がっててさ、涙袋あったらさ、メイクしてるように見えるくない？で仕上げに次に メイク完成。完成です。
いい感じや。まつげ上がってたらさ、メイクしてるように見えるよね。よかった、お家にいて。自粛期間のおかげですね。前髪がだいぶ伸びてきました。ちなみに私少しのあなたで狙いをルールにどう変わっていく相棒ワイパー。ちなみに下ろしたらこんな感じです。分けなかったらでも 巻いてるからだからね、はい、打ち合わせ後に時間があったら配信したいと思います。でも多分ね、ないと思うからちょっとギリギリまで配信できたらなと思うんですけど、8時半からだから8時25分とかには入っておきたいので、まあ、15分ぐらいしかできないんですけど、ごめんよ。オンライン作れましたか？はい、はい、確かに長いでしょ、でしょ。そうだから早めに終わったらもう一回配信します。うんうん、そうします。着替える？打ち合わせだからいいかなと思ってるんだけど。前髪がさ、どうすればいいか分かんない。好きなの。あ、皆様 TikTok を見てくれましたでしょうかね。今日はね、めっちゃさ、昨日からずっと頭の中に回ってる曲をやりました。パパランパンパンパパランパンパンパンってやつを投稿いたしました。ぜひご覧ください。ハートとコメントをしてくださった方は、もうしてくださった方はもう明日超幸せになれる、超幸せになれるけど、してくれなかったらもう明日不幸。でも今からハートとコメントをしてくださった方はまだ間に合う、まだ全然間に合うけど、明日日付変わるまでにしてくれなかった方は明日不幸。夜になさった。おー、見てくれた。そう、ハートだけだとあかん、ハートだけだとちょっと不幸なのかな。ちょっとね。そう、でもハートとコメントしてくれた方はもう明日もう超ハッピー。もうしてくれ、ハートもしてくれなかったらもう不幸すぎる。この後します。お、じゃあ大丈夫だ。日付変わるまでにしてくれた方はもう大丈夫。もう明日めっちゃハッピー。超幸せ。今見てきた。素晴らしいね。ちょっとコメントした？ちゃんとしてくれた方はもう超ハッピーです。携帯変えてアプリない。嘘だ、嘘だ。しといてよかったね。してくれてた、ありがとう、ありがとう。フォローもしたら、フォローもしたらもうそれはあの胴上げだよ、胴上げ。コメントだけだと、コメントだけだとちょっと不幸かな。だからどっちか買った方だとちょっと不幸やね。でもどっちもしないとマジで不幸になる。不幸の手紙と一緒。お、コバさんかわいい、ありがとう、ありがとう。
もこんばんは。わしょわしょわしょされる。なんて幸せなんだろう。パパパンパンパンパクパクパンパン。アイスミルクティー、私少しのあなたで。さらにリツイートしたら、え、TikTok、あ、TikTok はあれがあるのか、拡散があるのか。配信完了しました。お、ジャス、もう明日超ハッピーだよ。そうなったら、ハッピーすぎるほどハッピーになれるよ。トゥ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 パプリカ。こんばんは。呪われるのか。そうだよ、不幸になっていうかね。こんばんは、こんばんは。えね、トゥートゥーよりさ、こんばんはの方が後でどういうことなの。あ、挨拶の順番おもろすぎん。挨拶の順番、皆さん、もうすぐ何の時期か知ってますか。もうすぐバレンタインデーの時期です。ということはですよ、皆さん、ということはだよ、ということはチョコがたくさん食べれる時期なんですよ。いや、うちは最近板チョコにハマっていましてですね、今日板チョコ4枚買いました。ガーナの板チョコをたくさん、いや、4枚買ったんですけど、4枚買っても380円だった。やばくない？あんなに美味しいチョコ4枚を380円で買えるなんて、びっくりしたよ。部屋のは広島駅で配るんやっけ。うん、広島駅じゃない。そう、1枚100円しないの、88円だったの1枚。びっくりした。部屋のはなんて幸せな時期なんだと思いました。すごい幸せな時期じゃない、そんなの。たまちゃん、ハートたくさんありがとう、ありがとう。今年友チョコどうしようかなと思って、マジで去年マジで100何個作ったんです、私、チョコレートを。だから今年はどうしようかなと思ってるんですけど、だからくれた分だけホワイトデーに返そうかなと思いつつ、いやでもバレンタイン楽しみたいなと思う気持ちもありながら、ちょっと迷ってますね。マジで。そう、100個以上作ったのマジで去年やばかった、本当に超頑張った。途中でさマジでギブアップしかけたもんね。なんならこんばんは、こんばんは。すごすぎでしょ。ロッテのカカオの原料少し少ないやなかった。そうなん、分からん。こんばんは、こんばんは。でもヒャノは、メルティーケッソを出していらっしゃる明治さんも欠かせないけど、板チョコはガーナさんが一番好きなの。こんばんは、こんばんは。でもやっぱメルティーケッソしか勝たんのよ。そういうことなんよ。待って、今何分やろうか。7分か。打ち合わせの内容も確認したいから、10分になったら、ランキング発表したいと思います。1個どれぐらいの大きさ？バレンタイン？去年はくまちゃん作った。くまちゃんのカップケーキ作りました。メルティー新作だった。え、マジで？マジ？それを食べなきゃ。もう出た？
もう出てる、もしかして。僕は明治の板チョコ、明治も美味しいね。ガーナさんは箱やね、箱。ちなみにね、今月の20日からスタバの新作がバレンタイン仕様になるんですけど、めっちゃチョコらしいです。なんか試食した店員さんが言ってました、めっちゃチョコですよって言ってた。もう飲まなきゃなと思いながら、昨日コンビニだった。マジ、ちょっと買ってくるわ。こんばんは、こんばんは。私少しのあなたでぐるぐる色が回って、10分になったら言ってください、皆さんお願いします。マイボーマイパー、好きなの好きなの好き好き好きピ、なんでそんなに興味ない。お、ターボちゃんハートたくさんありがとう、ありがとね。そうなんですよ、自立シンデレラ頑張っていきます。打ち合わせ、シキピ歌うつもりで言ったけど、明日歌おうかな。なんであの子にいいねするの、言わないけど言ってます。もう見慣れた君の ID、 名前誕生日かわいすぎる。ちょっと待ってよ、このモデルさん眉毛およそ、そうかな、こんなもんじゃない、ある方だけど。打ち合わせたように理解、今自分の中に聞き合わず、あざっすあざっす、寝たらあかん、今日ね眠くないんですよ。だって昨日の夜の夜な10時配信終わってすぐから朝の8時ぐらいまで爆睡してました。10分。あ、ということでね、ランキング発表したいと思います。10歳たまちゃんありがとうございます。12位エンドさんありがとうございます。11位ゲンジさんありがとうございます。10位ベベモンさんありがとうございます。9位ダイちゃんありがとうございます。8位ひろゆきさんありがとうございます。7位エンヤさんありがとうございます。6位くましろさんありがとうございます。5位キラキラボさんありがとうございます。4位夏だなありがとうございます。3位カイスさんありがとうございます。2位キャンパチさんありがとうございます。1位はコバさんです、ありがとうございます。コバさんありがとう、ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ、もっともっと奥もっと、ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳のんのんこと奥もと部屋です。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということでですね、打ち合わせが早く終われば配信をもう一回したいと思いますので、多分できないと思います。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。それでは打ち合わせ頑張ってきます。バイバーイ、おやすみ。3 2 1 0アデュー、バイバーイ。